AI チャート FX は、プログラミング不要で、売買アルゴリズムを作成できるツールです。過去のチャートの中から、取引したい値動きのパターンを選択することで、自動的に投資アルゴリズムが作成されます。作成したアルゴリズムは、選択したパターンと似た動きのチャートを検知したとき、シグナルを通知します。この動画では、アルゴリズムの作成方法をご紹介します。まず、AI チャート FX のアルゴリズム一覧画面で、新規アルゴリズムボタンを押してください。取引したい通貨ペアを選択してください。トレードする時間軸を選択してください。選択した時間軸のロウソク足を用いてアルゴリズムを作成します。売買区分を選択してください。保存して次へボタンを押してください。発生したら取引したいと思う値動きのパターンを選択し、この範囲をデータセットに追加ボタンを押してください。これを3個以上選択してください。選択した範囲の右端が新規建てを行うタイミングになります。アルゴリズムは選択した範囲のテクニカル指標も考慮して作成されます。取引に考慮するテクニカル指標を変更したい場合は、インジケーターの変更ボタンを押してください。テクニカル指標を削除する場合は、ゴミ箱ボタンを押してください。追加する場合は、指標を選択して追加ボタンを押してください。選択が終わったら、保存して次へボタンを押してください。アルゴリズムの作成には、10秒から1分程度お時間がかかります。過去のチャートをもとにアルゴリズムをテストした結果が表示されます。ご満足いただける結果が得られれば、保存ボタンを押してください。チャートの選択範囲などを修正したい場合は、編集を破棄して戻るを押してください。以上で、アルゴリズムの作成は完了です。作成したアルゴリズムが売買のシグナルを検知したら、タイムラインやメールで通知を受け取ることができます。タイムライン画面の各通知右側、注文ボタンを押すことで、ネット FX の注文画面に移動し、素早く発注できます。ぜひ、あなただけのアルゴリズムを作成し、取引にご活用ください。